親友だったのに不思議と涙が出なかった。人は大きな不幸の前ではあまりにも無力だ。遺体は損傷が激しく、所持品からようやく身元が判明したらしい。でも私には彼女が今でも生きている気がしてならない。すぐそこのどこかで。元気だしな。出るわけないじゃん。私幽霊だよ。しかもこんな顔。いや、十分可愛いよ。本当？いや、なんかおでこになんか刺さってるし。いや、あ、ごめん。ごめん。私、友幸に本当の気持ち言いたい。来てなかったね、おつや。愛してるって言ってないし、キスもしてない。よし、告白しに行こう。私手伝う。無理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 。こんな顔で友幸に告白なんてできないよ。無理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 。見て見てこれ。無理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 だって。あ、取れた。おばさん、こんにちは。ユタのとこ初めて来た。なんかうさんくさいね。結構有名なユタなんで。確かに気持ち悪い顔だね。え、笑ってみ。元の姿に戻せない。それは無理さ。気持ち悪すぎるさ。でも他にいい方法があるさ。何ですか？あんたが私に乗り移って告白すればいいわけさ。ってことはキスもおばさんが。その顔でするよりマシさね。気持ち悪いんですよこれ。そっか、中身はチエコだもんね。よかったね、チエコ。ちょっと一回待って。あの、まずありえないですよね。え、何？だってあの、先ほど私のことを気持ち悪いとかおっしゃいましたけど。ああ、気持ち悪い。
あのおばさんも十分気持ち悪いですよ。どれが大丈夫私。え、あの、まあ、その時はびっくりしますし。まだまだ大丈夫さ私。なんか笑顔とか気持ち悪いとかおっしゃいますけど、あのおばさんも一緒です。私自信あるさ。おばさんの方がもしかしたら気持ち悪いかもしれないです。あんた死んでるさ、私生きてるさね。私帰ります。間違えました。ちいこ。やっぱ無理なんだ。いや、そんなことないよ。アサミ、どうせざまみろとか思ってんでしょ。え、何その言いがかり。あんたまさか私のこと恨んで化けて出てきたの。化けて出たとか言わないでよ。わかるわけないでしょ、幽霊の気持ちなんて。ひどい。でもチーコの気持ちならわかるよ。どうして私だけ知らないといけないの。昔からさ、私たち喧嘩してもご飯食べたらすぐ仲直りだったよね。食いしん坊だからね。てか、それ、美味しいの？うん、結構。アサミも食べる？死んでるんだから死ぬ気になれば告白くらいできますよ。え、いいの？うん、嫌われてもいいかな、このまま消えてしまうくらいなら。ねえ、アサミ。ん？なんか、ありがとう。うんうん。私、今日告白する。なんかもう消えてしまいそうな気がするんだ。
ドキドキする。大丈夫、笑顔、笑顔、笑顔。まあいいか。ドキドキ、大丈夫かな。しっかり頑張って。スレー君ゼロかよ。チエコ、チエコか？チエコ、チエコ、なんで死んだ？なんで死んだ？チエコのことをちゃんと愛してたよ。今でもずっと愛してるよ。生きてる時に言えばよかったね。辛いよ。お別れなんてできないって。チエコがいないの信じられんって。それ以来、チエコの姿を見ることはない。けれどもチエコは、私のそばできっと見守ってくれている。